はい、皆さんこんにちは、116ウィンズです。先日アストロズのサイン盗み問題に関連して、いろいろと処分が発表されて、そのサイン盗みの詳細等も明らかになってきたところではあったんですけれども、今回ですね、またアストロズに新しい疑惑が、生じました。で、それがこちらのツイートの内容になるんですけれども、こちらツイート主がカルロス・ベルトラン、先日メッツの監督を解任になったベルトランの名誉を自称する人物の告発ツイートなんですけれども、その内容といたしましては、ホセ・アルトゥーベと、あとアレックス・ブレグマンが試合中に何かこう体にブザーを装着していたというふうな内容になっています。でどうもそれは右肩につけられているらしいんですけれども、そのブザーでですね、おそらくその、ベンチ裏にいるスタッフから次何が来るかっていう情報を受け取っていたんではないかという、疑惑が生じていまして、でこれでまたあのアストロズの一連のサイン盗み問題がまた再燃するという形になってしまいまして、またかなりですね、いろいろとこう話題になっているところなんですね。で、特に話題になっているのが、このホセ・アルトゥーベの2017年のワールドシリーズの写真になります。これ、アルトゥーベの右肩のあたり、写真の中でこう、黄色で丸しているところなんですけれども、彼の右肩のユニフォームの下に、何かこう、黒い物体が映っているんですね。で、ちょっと拡大したものがこちらになるんですけれど、確かに何かこう、黒く細長いものが、彼のユニフォームの下に何かあるのが見えまして、これがブザーなんじゃないかっていうふうに今、ツイッターなんかで言われている状況ですね。で、最初のそのベルトランの名誉を自称する人物が、言っていた右肩の下に何かつけているっていう、ブザーをつけているっていう発言とも一致するので、この写真が出てきたことで、アルトゥーベに対して、疑惑の目が向けられてしまったという状況に今なっているところですね。で、さらにですね、ベルトランの名誉を自称する人物の告発は続いていまして、どうもですね、2019年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズ第6戦で、アルトゥーベ最後にチャップマンから、サヨナラホームランを打ってワールドシリーズ出場を決めてるんですけれど、その時にホームインする時にしきりにこうチームメイトに対してユニフォームを破らないでくれって言ってるんですね。で、これがもしかしてそのユニフォームの下に、先ほどのようなブザーを装着しているのがバレるとまずいから、そのユニフォームを破らないでくれって言っていたんじゃないかっていう、告発になるんですね。で、あとでそのアルトゥーベのサヨナラホームランへのリンクについては概要欄に貼っておくんですけれども、確かにそのホームインするときに、チームメイトに対して、破るなよ、破るなよみたいな感じの、ことを言ってるようにも見えますし、で、しかもアルトゥーベは、そのチームメイトたちが、グラウンド上でワールドシリーズ出場をこう祝福している中で、早々にベンチ裏に戻って、ユニフォーム着替えてるんですね。で、普通に考えたら、ワールドシリーズ決まるような状況で、チームメイトみんなこう、グラウンドで、祝福し合ってる状況の中で、なかなか一人ベンチ裏に戻ってこう、着替えるっていうのも確かに不自然な行動ではあるんですよね。今ツイッターなんかで言われているのは、そのベンチ裏に戻って着替えたのは、ブザー装着していたのを外して、ちゃんとバレないような状況を作り出したかったんじゃないのかっていうふうにも今言われていますね。で、なんとタイムリーなことに、サヨナラホームランを打った直後に、ケン・ローゼンタールという、大変著名な記者がですね、アルトゥーベにインタビューをして、なんでチームメイトにユニフォーム破らないでとお願いしていたのっていう質問を投げているんですね。ちなみにローゼンタール記者っていうのは今回のサイン盗み騒動のをすっぱ抜く記事を出した方なんですけれども、この質問に対してアルトゥーベは、自分はシャイだからっていうところと、あとは以前そのユニフォームをビリビリに破られた時に、奥さんに非常に怒られたらしいんですね、本人曰く。なので、今回そのホームインする時に破らないでくれっていうふうにお願いしたみたいですね。で、アルトゥーベの奥さんが、実際に本当にこう、ユニフォーム破ることについて怒ったかどうかわかんないんですけれど、それよりも、この質問を投げたローゼンタール記者、もしかしたらこの時点でサイン盗みに関して、いろいろ気づいてたところあるんじゃないのかなっていうのは、ちょっとこの質問からも思いましたね。で、今回のブザー騒動が勃発した直後にですね、アルトゥーベの代理人であるスコット・ボラスがコメントを出しまして、アルトゥーベ本人からどうも連絡が来たらしいんですけれども、アルトゥーベがプレイ中に電子機器を装着したことはこれまで一度もないっていうところと、あとアルトゥーベがユニフォームを破られたくなかったのは、彼がそういうシャイな人なだけというふうに声明を出してますね。
で、MLB もですね、今回のそのアストロズへの一連のサイン盗み調査の中で、アストロズが、まあ、何らかの電子機器をこう、選手に装着させていたっていう証拠はどうも見つかっていないみたいなので、まあ、現状、こう、今回のブザーに関して何かこう、明確な証拠はまだ出てきていない状況ですね。で、今回の一連の、まあ、ブザーに関する騒動なんですけれども、まあ、正直個人的に思ったのは、まあ、ユニフォームを破られたくない気持ち自体は普通にわかるなっていうところなんですね。で、ましてや今回のそのアルトゥーベのホームランっていうのは、あれリーグ優勝を決めるホームランなので、まあその時のユニフォームを破られたくないっていう気持ちはまあわからなくもないんですね。まあ、なので、アルトゥーベもまあホームインするときに、別にそのブザーとか関係なく単純に破られたくなかったっていうだけっていう可能性も全然あるとは思うんですね。で、しかも現状、まあ、明確な証拠ですとか、まあ、関係者の証言もないので、まあ、アルトゥーベを黒と断定するのは、この件ではちょっと無理かなっていうのも、ちょっと率直に思ったところですかね。まあ、ただ、こういった話が出てくるのも、やっぱりその、アルトゥーベに対する疑惑の目、まあ、アルトゥーベに限らず、アストロズ全体に言えることだと思うんですけれども、やっぱりそういう、まあ、疑惑の目が強くなってきてしまっている状況が、まあ、さらに今回のそのブザーに関しての、まあ、疑惑によって、まあ、さらに強まってしまったんじゃないのかなってはちょっと思いますね。で、ちょっと懸念しているのが、他球団の選手でも今回のアルトゥーベのような写真が、まあ、割と出てきているんですね。まあ、今後この問題がどう進展していくかはまだわからないんですけれども、まあ、もしかしたら、その、この間のサイン盗みの問題よりももっとこう他球団に波及する恐れがちょっとあるんじゃないのかなっていうのはちょっと個人的に懸念しているところですね。まあ、引き続きこの問題に関しては、まあ、新しい情報が出てきたら、まあ、動画にして皆さんにご紹介したいなとは思いますので、まあ、ぜひですねチャンネル登録も方もしていただけると幸いです。それではこの動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。